任務、ですかゆかきゅん、バレンタインデート楽しみだねそうだな、って、えバレンタインデートデートって、俺、お前とそんな約束してたっけ ううん、してないよ。でも行くことは決まってるよ。リュカキュンに出会った時からね。だって、バレンタインは大切な人に思いを伝える日。私が思いを伝えたいのは、リュカキュンだけだもん。いや、デートって急に言われても、予定があるかもしんないしさ。 大丈夫だよ。リカキュが空いてる日をちゃんと選んでるから。次のお休みは3日後だよね。その日はリカキュがいつも手伝ってるリンゴ農園もお休みだし、狩りや釣りも最近飽きてきたんだよね。だから新しいいたズラ道具を作ろうとしてたけど、やめた方がいいと思うな。その日はシーリスがお城に来るから。え マジかってなんでお前そんなことまで知ってデートプランならもう考えてあるからデュカキュンは心配しないでデカキュン好みのアップルパン屋さんに行こうと思ってるんだカップル限定メニューできっと気に入ると思うお腹も心もいっぱいになったらアクセサリー屋さんでお揃いの耳輪を作って次は家具屋さんで新居の家具の下見だね その後はドレス屋さんで試着をするんだけどナンパされちゃってでもリカ君がかっこよく助けてくれるんだーそのまま一緒に教会で愛を誓って耳輪を交換して星空の下で見つめ合ってキスなんてしたら一生の思い出になるよねーほらデートに行くしかないおおうそうだな ああ、勢いに押されてついまあチェルシーにはいつもなんだかんだ世話になってるしな何あんたたちもバレンタインデート行くのムムと王子お前たちもデートするのかああ実は今朝 おはよう。バレンタインデート行きましょう。いいわよね。ね、ね。え、ああ、うん。わかったよ、ムム…って感じで、起き抜けに誘われたんだ。寝起きドッキリかよ。だって。 他の人に先を越されたくなかったんだものそうだネイ、ね、チェルシーあんたたちもデートするなら人間のデートについて教えてくれないああたしでよければそうと決まれば早速作戦会議よ 悪いチェルシー待たせたかううん大丈夫私も昨日着いたばかりだからそうか昨日かって昨日うんルカキュンとのバレンタインデートだもん絶対遅刻したくなくてどの服にしようかなって悩んで昨日の朝になった時は焦っちゃったよ でもやっぱり、りゅかきゅんとバレンタインを過ごすなら、この服かなーって。あ、でも他の服が良かったら言ってね。りゅかきゅんがのみの女の子になりたいから。いやいやいや、その服似合ってるからいいって。ほんさーいそれじゃあデートに行こ お。おうあっあっ偶然だねムムもデート先ここにしたんだチェルシーに教えてもらったスポットの中でここが一番気になったのよここは有名な街なのか ここはバラの名産地でバレンタインのジンクスがたくさんあるんですってたとえばバレンタインにこの町でデートしたカップルは結ばれるとか <laughs> <laughs> ロマンチックよねそんな町をダーリンとデートできるなんてこの町は我らディアネル軍が占拠する 全然ロマンチックじゃない何なのよとにかく行ってみようこの土地の潤沢なマナは我々ディアネル軍にこそふさわしい町の者は速やかに出て行けそんな横暴な…ああバレンタイン用のバラがめちゃくちゃに… 帝国の奴らめ、そんな勝手、させるかああ、行くぞみんなって、あれムムチェルシーあたしたちのバレンタインデートを邪魔するなんて。あんたたち、チョコみたいに溶かされたいわけ許さない。許さない、許さない、許さない、許さない。ムム、こいつら燃やしてお仕置きしちゃおう ななんだこいつらそれはこっちのセリフよロマンチックムードを壊した罪全力で償ってもらうわよリュカキャン待ってて愛の力でこいつらデリートするから待て待て待てデリートは帝国軍を町の外に追い返してからだはあ <laughs> 面白え<い>敵を迎え撃とう俺たちならできるさ